セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿原忠史です。3月3日、はい、ひな祭りでございますね。早いね。早いですね。今頃気がついたんですけど、うちいつもひな祭りの時にスヌーピーの、昔のスヌーピーの形、全部がスヌーピーなんですけど、おだいり様もおひな様も、はい、それをうちの旦那が飾ってくれてたんですよ、1週間ぐらい前からね。今気がつきましたけど、なんかここのとこちょっとうちの旦那反抗的になってきちゃって成長しちゃって、今まで世の中を知らなかったのに、今気がついたら今年はなかったですね。反抗期ですか。今反抗期ですね。完全にいろんなものを知り出して、いろんなものを知り出して、はい、今までは表に出さなかったんですけど、どういう、いや、それより、はい、先言ってきますけど、今日ね、風ではないんですけど、昨日からなんかね、なんか喉になんか絡むんですよ。痰ではなくて、なんか時々こうなんかえへんえへんするかも分かりませんけども、その時は、まあ、頼りにはなりませんが、あなた様ちょっと頑張って。分かりました、はい、なんだか分かんないんですよ。ちょっとね、発声ここのとこちょっとバラエティが続いて、でまあ来週の火曜日に、火曜コンサートを、はい、出させていただくんで。生放送ですね。はい、それでまあいつも言うようにバラエティの声と歌の声と違うんで、発声を結構真剣にというか、歌モードの発声練習をするわけですね。するんです。その割には歌あんま歌わないで喋りばっかりしてるんですよ。いい状態だと思うんですけど、喉がこのかゆいというかね、私たちっていうか、私の発声の仕方は今はね、舌根で下の根元ね、それが一応重要だって言うんで、それをよく動かすのをやってるんですよ。下そのものを動かすんじゃなくて、根元から動かしましょうっていう、舌根っていう喉の奥にあるね、そういうやり方をしてるから、まあそれがいいか悪いか別にしてずっとやってるんで、それやると割と滑舌も良くなるし、声も出やすくなる。その教えていただいた先生は、声は舌根だと。その腹式とか胸式とかね、まあ私は一応こう横隔膜に空気を溜めて、でそれを出すっていうのがあるんだけど、まあこの舌根なんだよ、とにかく、はい、だからそういうのやったら時々かゆいんですよ。舌根がかゆいんですね。舌根っていうか喉の奥が、で時々カラーゼキ、はい、だから水飲んでも飴舐めてもダメで、今そのいい加減にって言った時、旋回って行くまでに一瞬うっていうのがあったんで、これひょっとしたらと思って、まあ、先に、はいはい、気温の変化もちょっと最近激しいですからね。今日は暖かいんでしょ。今日12度まで上がるそうです。はい、この間なんか雪降ったんだよ。水曜日は都心でも2センチ積もりました。寒かった。昨日も寒かったでしょ。でも昨日も雨降って、はい、昨日何度だった。昨日は9度ぐらいじゃないですか。あ、そんなもん。まあ、ちょっと上がったのかな。で今日が12度。はい、今日は12度。じゃあ3度しか違わないのに、あんなに寒く感じたの。やっぱちょっと、もしかしたらアッコさん風邪気味なのかもしれませんよ。少し体感的に少し寒く感じたわけですよ。昨日一応10度あったみたいですよ。昨日寒くなかった。雨のせいですね。明日とかはどうなの。明日はですね、明日は多分9度ですね。これいつ頃春らしくなんですかね。明日8度ですね。8度。来週の火曜日に17度まで上がります。あ、そう。17度。17度。はい、よく三寒四温って言うじゃないですか。あ、はいはい。だからまあ3日ぐらい寒かったら4日ぐらい暖かい日が続くみたいな。だから来週は火水、もう春一番はまだ吹いてないんだ。まだですね。ああ、はい、今年はなんかもう花粉がもう出回ってるとかっていうし。そうですよ、大変だよね。昨日もペケポ見てたら、アッコさんやっぱり歌とは違う声で叫んでましたからね、いろいろと。全然覚えてないんですけど。覚えてない。タカと注意したの映ってました。映ってたどころか最後スローモーションになってました、ね、あ、そう。口と口がくっつく瞬間にアッコさんが服部君みたいに唇をビューって伸ばしてる様まで映ってましたから。あ、本当。はい、う
クイズじゃん。脱出ゲームですよね。はい、疲れましたね。ものすごく疲れました。あ、そうですか。はい、マネージャーがなんでオッケーしたのか分かりませんね。あ、謎解きバトルトレ。はい、あ、はい、なんかでも噂によると奇跡を起こしたって聞きましたけど。ミラクルでした。結果残しますね。いや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 、いや、それがあったんで昨日見れなかったんですけど。ちょっと感想来てますよ。はい、ラジオネームケンチャンマンさん、千葉県、はい、38歳男性。はい、タコさんペケボン見ました。はい、タカアンドトシのタカさんとの熱烈なキッス、はい、大爆笑ですと。あ、そうですか。爆笑なのキスが。アッコさんのキスする顔が何でしょう、狩人に見えましたっていう。あ、そう。狙った獲物をしばらくね、コシタンとこう、はいはい、エールを送りながら最後キスしたというね。はい、ラジオネームともっちさん、あこさん昨日のペケポ見ましたよ、面白かったです、はいはい、まさかタカさんとあんな展開になるとは、はい、びっくりしました。本当に2人で温泉旅行行くんですか、はい、タカさんがおどおどしていたのはなぜでしょうか、楽しい温泉旅行にしてくださいね。はい、はい、あとラジオネームアップルパイさんはですね、あこさん私ぎっくり腰なんですけど、笑うと腰痛いんですけど、はい、昨日テレビ見て笑っちゃいましたと。それにしてもあこさんどうしたんですか。何が。タカさんにあんなにラブコールするなんて、はい、もしかして欲求不満。いい、誰とでも良かったんですか。いいえ、タカが好きなんですよ。で、温泉旅行って前から、はい、いや実を言うと、あいつのあいつがタバコ吸ってたんで、タバコやめろと。で、え、やめられませんとか言ってて、 クリームの有田なんかもやめたからね、去年の自分の誕生日が2月の3日かな。で、もう売ってるからね、売ってるから絶対ダメってことは言えないけど、日本はおかしな国だと。でもみんなが良くないし、良くないって言ってるし、でする場所も少ないんだからやめろっつって、でもうやめれないんなら、お前何月何日までやめれないんなら温泉旅行、温泉行くぞお前、お泊まりで、それ罰ゲームですよねっていうか、そうだよっつって、その言った時にやめれなかったんですよ。あ、そうなんですね。でもう決まりだと。で、そんな怖がらなくていいと、一泊二日でいいから大丈夫で短く済ますと。そうそうそう、泊まるんですかってなって、その一晩どんなことが起こるのか。でも、はい、その時もチューしたんですよ、鈴木雄さんって作家もいる前でね、はい、でその時だいぶビビってたんです。でこんなこと、まあ、ラジオで言っていいのかどうか分かりませんけど、ちょっと私冷めました。はあいつね、なんか誰かと同棲してるって噂が、記事が、ごめんなさい、リアル恋愛じゃないですか、アコさん、それ。え、何ですかそれ。オンエアじゃ普通にタカさんが可愛いなとか、はい、可愛がりたいなっていうレベルじゃなくて、はい、本当に恋心じゃないですか、それ。同棲してるんで冷めるっていうのは。そうよ。なんでそれも、なんか新聞、どこの新聞か忘れましたけど、何気に見たんですよ。で、一回は女の子、その相手の女の子に彼氏がいて、で、タカが相手にしてなかったらしいの。で、なんか一回週刊誌かなんかに騒がれて、で、それなのに今度は本気になったらしい、二人、女の子の彼氏と別れて。で、なんか、なんか同棲みたいなことしてて。かなり熟読されてますね、その記事。いやいや、何回も読みましたよ。マジかよって言いながら。マジかよ。で、タカも認めたって言うから、チェッ、チェッ、温泉なんか行かねえよって言ったとしても、背中流せよお前みたいな。いやでもそういうの別にして、タカ可愛いのよ、はい、なんとなく、うん、あれね、ポチョッとしてるの好きなの、ポテッとして、はいはい、で、なんと言っても人が良さそうじゃない、うんうん、だからね、ポチョッとしてるって言えば、この間その天の地とか、はい、出川さん、考えてみたら、あいつらもちっちゃいけどポチャッとしてるよね。そうですね、出川さんも天野さんも、うんうん、だからそういうの割と好きですよ、ね、あ、そうですか、うん、あ、そやっぱそうですか。やっぱって何。いやいや、私もちょっとポチャッとしてるから。違う。それは違う。そういう意味で言えばがっしりしてる、無駄な贅肉がない人が好き。あ、そう、本当に好きなのは、ね、本当にリアル好きなのは、例えばちょっと前だと、うん、坂口健二さんとか、はいはい、翔英さんとかね。翔英も好きでしたけど、ちょっと軽いからね。いろいろこう好みがある。いや、体育会系はみんな軽いじゃない、大体。まあそうですね、うん、明るいノリで女の子を口説くというかね。うん、それにちょっとこういいところを見せてほしかったんですけどね。はあ、いやもう本当にね、
週とかもバラエティ番組の特番が多いんですよ、この時期は。ちょっと大変前ですね。そうなんですよ、3月、4月は、はい、だからこの間ももうあのフジテレビで特番あのあって、まだオンエアの内容はあんまり言えないんだけど、あの阿寒警察、おおおダウンタウンの、そうそう、浜屋の、それで阿寒軍団とか、阿寒軍団って誰が決めたのか知らないけど、私と勝又とそれから TKO とそれからカンニング竹山とそれから増田岡田と、女の子誰だったっけな、女性は春菜愛さん、あ春菜愛さん、あ女かどうか分からんけど、もう要するにお任せのスタッフと、あそうですね、いろいろあって、これがまたオンエアがもう不安で不安でしゃあないね。それ普通に阿寒警察ってよくね、うん、隠しカメラなんかを設置してこういろいろ隠し撮りしたのをポーンって出してあったりするじゃないですか。どうもそれに近いらしい。ははついにそれもあったしね。もうじき来週の金曜日にオンエアされるんですけど、初めてですね、私デビューしてもう44年かな、44年経つんですけど、のど自慢の、のど自慢っていうか歌の審査ってやったことないんですよ。でもあの日テレ系で、あの外人、外国の人がフォーリナーが日本語の歌を、要するに日本の歌を日本語で歌うと、多分日本に住んでる外国の方がも日本の歌もすごい大好きで覚えてて、のすごい歌うんですね。それをなんかあのスマップの中居くんが司会するはいね、はい、で私と大友くん、ハウンドドッグの大友くんとか、あとあの宮本亞門さんとかねが審査員で、あとまああのテリーちゃんとか、まあガヤであのフットボールの後藤とかいるんだけど、中居くんが司会なんですよ。でまあお話いただいた時に、中居が司会に、音楽を競わせる番組なわけですね。ものすごく真面目に皆さん歌ってらっしゃる。ああオブラートってどういう風に包めばいいの？さあそれはいやでもね、ただ中井君は、はい、NHK 紅白歌合戦の司会も何度もされているので、はい、やっぱり違和感はないんじゃないですか、やっぱりこう歌番組。まあだから司会もうまいし彼は転がしうまいですよ。でも私にこれはもうあの持ってきたっていいですよ。私に正直言ってました。今は知りませんよ。正直に言ってたの前は、新曲出ると知らない間に出てったと。その後の新曲、リーダーの中居君知らないうちにリリース。なんかであって、おいいねって歌忘れました。どういう歌か。いいねこんなの歌知らないんですっていうのがあったから。はいはい。いやでもね、もうこれも疲れたんですよ。疲れはこれからもあるかもわかんない。もうどうしたのっていうぐらい皆さんお上手なんですよ。で日本語的確だから、はい、それもアメリカとか、まあ、失礼ですけどアメリカこう、まあ、カナダとかね、でオーストラリアとか皆さんがよく聞くところだったらいいんですよ。ところがチリとかね、スウェーデンとか、はい、そういう人たちが、で私は自慢じゃないですけど意外に歌知らないんですよ、邦楽。私びっくりした。もうこの番組でも言ったけど広瀬香美全く知らないから、何これと。何言って大ヒット曲、この広瀬香美って前に聞いたことあるけど、なんか今ボイトレやってんのちゃうのって、高音がよく出るって、私はなんか高音が出るんだって自信満々の子やな、それぐらいしか知らないそしたら外人の候補曲の中に3曲もその子の歌が入って